このミッションはドレイトネルのオエラ型がモニタリングしているわ。それがどういうことかわかるわよね。証明するんだよね、俺らの価値を。その通りよ、ユウマ。彼らは怪奇シュアラムを倒せるなんて欠片も持っている。その大層な常識を覆してやりなさい。
俺らが今日取れるか。とにかくお疲れ様。怪奇者荒神を倒すとはどうなされるおつもりですか、総督。これで証明された。軍事作戦は勝てるぞ。え、怪奇者荒神すらもほふる力、まさに我らが求めていた最後のピースだ。あんたが総督か。それでどうする。俺たちの戦闘は見てくれていたんだろ。素晴らしい戦果だった。さらにその心意気、信念、くじけぬ心、君たちの意志はこの絶望にあえぐ世界において未来を照らす光となるだろう。そしてその力、いかに輝く意志もそれを守る剣がなければならない。こういう時代だ。剣謀術数渦巻く中で己の力以外に何を信用できよう。君たちの未来を一時の誤りで取り潰してしまうには実に惜しい。じゃあ放免ってことでいいんだよな。ああ、もちろんだ。それだけじゃない。フィムを俺たちに預けてほしい。あんたたちもいい加減気づいてるんだろ。フィムが怪奇士を呼び寄せてるってことに。そうだな。これまでの知見から総合的に判断して、怪奇士荒神が人型荒神の捕食に強く執着していることは疑いようがない。フィムを守れるのは私たちだけです。いいだろう。フィムは君たちに託そう。ビクトリア家の名に恥じぬ戦い、見事だった。ありがとうございます。しかし、我らは組織、どこか一部署、誰か一人を特別扱いはできかねてね。それなりの客観的理由がいる。客観的理由？近く我々は全てのキャラバンを招集し、大会合を開くことになっている。そこである一大作戦の実行が宣言される。それに参加してもらいたい。例のフェンリル本部奪還作戦ってやつか。ああ、その通りだ。その作戦に参加させていただきます。ありがとう、イルダ。立派になったもんだね。いえ、うん、最後に改めて礼を言わせてほしい。我々の仲間を助けてくれたこと感謝する。大規模作戦については追って通達があるはずだ。期待している。どういうことですかな。
1号検体を私の断りもなしに外に出したとは。彼らに預けておいた方が安全だろう。検体から細胞は摂取済みだ。オーリンの技術検証に支障はあるまい。それに荒神とはいえ人の姿だ。モルモットにすれば心が痛む。そうだろう。はい。こちらアインさん。彼も港の所有者で何度か取引をさせてもらっているわ。アインだ。辺境にある港ダスティミラーを経営している。その腕はゴッドイーター。ああ、一応な。イルダから話は聞いた。海域種に関する情報を集めているとか。これだ。確かに。よくこれだけのデータを集めたものだ。悪いが安売りはしない。相応の対価は支払う。航行上の安全性を飛躍的に向上させる。航行失敗による損失を考えると妥当な額だ。
だからって何の実績もない俺たちになぜこんな条件を。イルダの紹介であるということが一点、彼女との取引には外れがない。あとはそうだな、お前たちみたいな無茶な連中は嫌いじゃない。そんなところだ。わかった。これで構わない。既存情報の更新に関しては無償で対応する。追加情報に関しては有償。それでいいな。いいだろう。ここにサインを。お前がこの船のエースか。鬼神のような強さと聞いている。よく懐いているようだな。彼女を決して離すなよ。いい値段。これでいいか。問題ない。これで契約は成立だ。支払いは即日行う。データは入金確認後の送付で構わない。ありがとうございます、アインさん。礼を言うのはこちらの方だ。いい取引先を紹介してくれた。よし、すっげえじゃん俺たち。20億か。何買おうかな。お菓子、お菓子。この金は俺たち全員の未来のために使うんだ。悪いが理解してくれ。おかしい。ああ出たよ、生真面目優吾が。んなこと言われなくても分かってるっつーの。妄想くらいはしてもいいじゃねえかの。紛らわしいんだよお前は。フィムのお菓子は買ってやれよな。お菓子買ってやれ。
危険なもんだ。気をつけろ。まずは呼びかけに応じてくれたことに感謝したい。海域は今なお拡大している。このまま行けば人類は滅びの一途をたどるだろう。食料、物資、清浄なる大地、それらは枯渇の時に瀕している。すでに猶予はない。この状況を必ず打破しなければならない。故に今日、我々はエンリル本部奪還作戦を実行に移す。海域に沈んだフェンリル本部、そこには豊富な物資に加え、厄災で失われた様々な技術情報が残されている。我々が目指すものはただ一つ、フェンリル本部地下プラントに眠る対荒神決戦兵器オーディン。かつて荒神殲滅を目指して作られたこの巨神を、我々は対怪奇用の兵器へと改修する。人類の英知を再び結集し、怪奇の脅威を克服するのだ。諸君らキャラバンは、そんなことができるのか。最適とおぼしき、オーディンを怪奇対策に応用する技術は確かに議論されていた。けれど巨大ゆえに莫大なエネルギーが必要で、それは結局解決できないままだったはず。でかい図体で多いってわけだ。荒神みたいだな。総督、一つよろしいか。あの領域には海域者荒神が救っていたはず。そんな場所に特攻を仕掛けろと、割に合わない仕事と言わざるを得ませんな。違いねえ。そんな仕事は使い捨てのエイジにでもやらせときゃいいんだ。確かに我々は海域種荒神への有効な手段を持たない。小型の海域種ですら代替投入で勝敗は5割以下。他の存在に対し屈するほかない状態にまで追い込まれていたと言ってもよい。これまではな。だが彼らはこの偉業を成し遂げてくれた。一小隊のみで大型の怪奇種荒神を討伐するという偉業を。こいつは確かに怪奇種。バカな、大型の怪奇種荒神をこの人数で。紹介しよう。イルダ・エンリケスと勇敢な戦士たちよ。クリソン・セマムリ、鬼のような強さのエイジがいるとは聞いていたが、まだ子供じゃないか。確かにただ者じゃなさそうだ。あいつはまさか。めっちゃ注目されてんだけど、手とか振った方がいいのかな。いいから静かにしてろ。
フリサン・セマムの諸君らが軍事作戦の決死隊となり先陣を切る。彼らならば必ずフェンリル本部への道を切り開いてくれよう。作戦参加の判断はあくまで君たちに委ね、強制はしない。実力が見込めない場合には危険であると判断し参加を辞退してもらう。それでは解散。後日正式な作戦要項を通達する。どうしたの？いや、なんでもない。作戦の成功は俺たちにかかってるってことだよな。牢獄でいたぶられていた俺たちが今や人間の未来を左右する戦いの中心にいる。俺たちの価値を認識させるいい機会だ。もう待つ必要はない。前へ進めば掴み取れる。バカ、お前のおかげだよ。俺一人じゃここまで来ることはできなかった。お前がいるから戦える。ここからが俺たちの進化が試される。やってやろうぜ。